私の JBN 芸能界テインメントワールドチャンネルへようこそ。相葉雅紀と結婚相手の馴れ初め判明か。小西真奈美似の京美人嵐同時結婚発表。2021年9月28日、嵐の相葉雅紀さんと櫻井翔さんが同時に結婚発表し、日本中が騒然としています。相葉雅紀くんの結婚相手は一般人と報じられていますが、一部報道では目がつぶらな関西人おっとり系美人という証言を得ています。相葉雅紀さんは他の嵐メンバーに比べると熱愛報道も少なく、結婚相手とは10年以上交際した後の結婚だとされています。相葉雅紀さんの妻の情報を収集し、相葉雅紀さんの結婚相手の正体に迫っています。相葉雅紀の結婚相手小西真奈美似の京美人。相葉雅紀さんの直近の熱愛報道は2017年まで遡ります。関西出身の女性 A さんとの交際を報じられています。相葉雅紀さんのマンション付近を愛犬のトイプードルと散歩している姿も抑えられていました。2017年12月、相葉雅紀の熱愛報道。12月に行われた東京ドームでのコンサートや FNS 歌謡祭りに馬出演中にも、やはり部屋の明かりはついていた。年の瀬にはいつもイベントや音楽番組への出演で多忙を極める相葉の帰りを、一人と一匹が笑顔で待っているのだ。相葉の帰りを待っているのは、関西出身の女性 A さんだ。生まれ年は同じだが、A さんは早生まれなので、学年で言うと一つ上。愛犬のトイプードルと一緒に、相葉のマンションをたびたび訪ねている。報道当時で、相葉雅紀さんと女性 A さんは、すでに5年も交際期間を経ていたというので、ファン一同驚いたといいます。世間では、長い交際期間と誠実な相葉雅紀さんのイメージで、さらに好感度も上がったと業界でも祝福ムードでした。報道当時ですでに5年もの付き合いだった。相葉が以前住んでいた高級賃貸マンション近くでも、A さんらしい女性の姿が見かけられている。付き合いはすでに5年以上になる。相葉雅紀さんの結婚相手となった女性 A さんの容姿や雰囲気についての情報もフラッシュは掴んでいました。相葉雅紀さんと2人並ぶと特別な雰囲気に、つまりカップル独特の雰囲気を放っていたのです。相葉雅紀の彼女はおっとり系関西人。本誌が2人の交際情報を入手したのは、同年春のこと。取材を進めると、港区内にある会員制居酒屋で、相葉と女性、それに友人も含めた数人で飲んでいるのを見たが、相葉と女性は並んで座っていて、特別な雰囲気だった A さんは関西出身で、つぶらな瞳が可愛らしいおっとり系の美人など、周囲から証言が次々と得られた。相葉雅紀と女性 A の顔画像特定かママスタにリークあり。相葉雅紀さんの結婚相手 A さんの画像はフラッシュによって報じられています。愛犬の散歩の最中の結婚相手 A さんが激写されている様子です。また、フラッシュでの相葉雅紀さんの熱愛報道後に、ネット掲示板、ママスタで結婚相手 A さんの知人かもしれないと名乗る人物により、その素性がリークされていました。結婚相手 A さんの素性。元タレントや元モデルが働く男性向け水商売のお店で勤務していた女性に酷似している。熱愛報道の内容に年齢も一致している。芸能人と付き合っていると言っているが名前は絶対に教えてくれない。トイプードルを飼い始めた時、彼氏がプレゼントしてくれたと話していた。ここまで一致していると結婚相手 A さんと同一人者の可能性もあります。一般人ということもあり、情報も最小限にする配慮がなされています。相葉雅紀と女性 A の馴れ初めパーティー同席し、動物好きで盛り上がる。相葉雅紀さんと結婚相手の女性 A さんの出会いは、共通の友人によるパーティーの席だと友人は語ります。元ホステスという噂もある女性 A さんが、パーティーに駆り出されるもあまり口数が多くない性格だったため、パーティーに馴染めず部屋の隅の方でおとなしくしていたところを相葉雅紀さんが気を使って話しかけたことがきっかけだそうです。パーティーで気配りを見せる相葉雅紀。友人相葉雅紀くんは盛り上げもやるし、輪に入れていない人を見るとフレンドリーに話しかけて、みんなをつないでくれる。私と A さんも数回会ったことがあるだけで、
ちょっと気まずくさせちゃったかな、と思っていたところに相葉雅紀くんが手を差し伸べていました。友人話してみると、動物好きな相葉雅紀くんと気が合ったようで、ペットの話や今後飼いたいペットの話で盛り上がっていて、パーティーが終わった後も数人の友人と飲み会をすることもありました。何度か会う中で交際が始まったと聞いています。さすが私たちの相葉雅紀。とガッツポーズしたくなるような、紳士、相葉雅紀さんのエピソードですね。パーティーで馴染めずに困っていたら助けてくれて、その男性と恋に落ちるというのは漫画のようです。しかも相手が、嵐の相葉雅紀さんとなれば本当にドリーミーな物語です。相葉雅紀さんと結婚相手 A さんとの交際は隠密に続けられ、結婚相手 A さんも相葉雅紀さんの仕事やファンのことを考慮して、相葉雅紀さんの仕事に影響が出ないように常日頃から行動に心がけていたとも語られています。控えめな性格の結婚相手 A さんは、匂わせなどの噂もなく、交際発覚後もファンも応援の姿勢をとっている人が多数派です。相葉雅紀の結婚相手女性 A の評判口数は多くないが愛情深い。相葉雅紀さんの結婚相手の女性 A さんは、友人の間でも好評で、ファン同様、仲間内でも温かいエールを送っていたといいます。相葉雅紀もベタ惚れだという結婚相手 A さん。知人相葉雅紀さんと A ちゃんは、動物好きがきっかけで意気投合しています。A ちゃんは口数こそ少ないものの、いつも周りに気を入れる女性で、控えめながら存在感のある女性です。知人 A ちゃんが控えめな女性なので、相葉雅紀さんの猛アタックに見えがちですが、A ちゃんも私に相葉雅紀さんとの交際をすごく喜んでいること、充実していることは話してくれています。身内同士でも応援したくなる癒し癒し系の可愛いカップルです。二人とも動物好きもあって、生き物すべてに愛情深いのでしょうね。相葉雅紀さんは撮影中もオフも振る舞いや行動が変わらなく、爽やかで優しいイメージが浸透しています。友人同士の席でも芸能人ぶることもなく、分け隔てない態度は称賛されており、結婚相手 A さんとの交際や結婚生活も目に浮かぶようです。相葉雅紀さんの結婚相手 A さんは、友人たちからも一目置かれる癒し癒し系美女であることが判明しました。相葉雅紀の結婚相手業界もファンも納得の人物。相葉雅紀さんの結婚は、櫻井翔さんと同時発表され、日本中が驚愕としながらも祝福ムードです。芸能関係者も相葉雅紀さんの結婚相手 A さんとの結婚には応援ムードであることが語られています。ひとえに、これまでの相葉雅紀さんのアイドルとしての自覚ある行動と実績の賜物ですね。業界も太鼓判の相葉雅紀の結婚相手 A さん。業界関係者企業 CM の起用が多い相葉雅紀さんが円満な結婚をしたことにより、仕事の幅はさらに広がります。もともと面倒見のいいお兄ちゃん的なキャラクターや可愛い系男子の代表格でしたが、子供ができれば世間を代表するイクメンとしても活躍間違いなしと言われています。ドラマや CM に引っ張りだこになることは今から保証されています。芸能記者2020年の特番シーズンに、相葉雅紀さんと結婚相手 A さんがやり取りしているのを近くで見ることが一度ありました。相葉雅紀さんは A さんが他の人にバレないか気を使いながらそそくさとテレビ局を後にしましたが、細身で美人なのは確認できました。急ぎながらも A さんの笑顔が帽子の下に見えたので順調に交際していることを確信しました。相葉雅紀さんの結婚で心身ともにショックを受け、ちょっと横になるわというガチ恋勢も見られますが、おおむね世間の声は応援、祝福の色で統一されている印象。嵐結婚といえば、忘れられない存在なのが二宮和也さんです。二宮和也さんの結婚相手でガンアナウンサーの伊藤彩子さんは匂わせ女王のイメージが強く、また、二宮和也さんも伊藤彩子さんの妊娠のため、嵐の活動休止を待たずに結婚報告したことで強いバッシングを受けていました。相葉雅紀さんは、二の鉄を踏むわけにはいかないと、クリーンな結婚発表にしたいと考えたことは間違いありません。二宮和也さんの結婚発表の際に、沈黙を保った松本潤さん、大野智さんとは反対に、
相葉雅紀さんと櫻井翔さんは祝福コメントを出していました。これは同時結婚発表の布石でもあったのです。そして業界関係者も二宮和也さんとの結婚と比較して相葉雅紀さんの結婚のイメージを語る風潮があります。ジャニーズが落ちぶれてもタレントの意識は高い。放送局職員、近年のジャニーズは大物グループの解散やジャニーズ対ところの大きなごたごたがあり、局内でのジャニーズの発言力は明らかに低下しています。すぐということはありませんが、ジャニーズがもし潰れるようなことがあったときに、タレント力だけで芸能界を正規抜きかねばならないという状況に立たされる可能性はゼロではありません。放送局職員、相葉雅紀さんも櫻井翔さんもすでに大きな番組でレギュラーを持ち、各方面の心象も上々です。これまで下手なスキャンダルや不祥事もありませんでした。唯一女性からの人気商売なので結婚発表だけが大きな関門となっていました。結婚発表さえクリアすればジャニーズがどう傾いても自力でタレントとして生きていけるのです。かくして相葉雅紀さんの結婚相手は大成功に終わったのではないでしょうか。相葉雅紀さんの結婚相手 A さんも匂わせの痕跡が皆無で、友人同士の結束力も強い様子が見て取れました。なかなか相葉雅紀さんと結婚相手 A さんの並んでいる姿を確認できないかもしれませんが、披露宴などでもしかするとリークされることがあるかもしれません。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。